サファーリは、日産車体が製造、日産自動車が販売していた大型の四輪、駆動車である。国内販売は2007年6月をもって終了した。日本国外向けには、パトロールの名で、現在も生産、輸出が続いている。発売開始は1980年6月の160型。 発祥は1951年9月発表の 4W60 型パトロールに遡り、日本のクロスカントリー型四輪駆動車の先駆けとなる。近年、トヨタランドクルーザーと並び紛争地域や国際連合での活躍が目立つ。日本国外向けには現在でもパトロールの社名が使われている。1990年代以降はサスペンションに、 独立喧嘩式を採用する SUV が増え、乗用車とプラットフォームを共用する、クロスオーバー SUV も大量に登場した。しかし、サファリの場合は生産者のほとんどが輸出されており、道路整備の遅れている地域や、国連、軍隊などでの使用が想定されているため、頑丈な、はしご型フレームと Y61 型までは、ホイールトラベルが大きく取れる前後、 インクリジットアクスルサスペンションを採用している。日本国外向けには、シングルキャブのピックアップトラックとシムケチで荷台の仮装を行うためのキャブシャーシも設定された。また、日本国内にも、専用の大排気量、ガソリンエンジンを搭載した、シングルもしくはダブルキャブの消防車用キャブシャーシが存在したが、より仮装性に優れるキャブオーバータイプで、 コンパクトなディーゼルエンジンを有するニトントラックベースのものにとって変わられ生産を終了している。RV ブームが一段落した後の日本国内では愛好者が自家用とするほか消防、警察、高速道路会社、JAF などの団体や民間企業で業務用として用いられている。1980年6月初代160型系デビュー。日本国内でのボディーバリエーションは 観音開きバックドアを持つ4ドアロングホイールベースのエクストラバント2ドアショートホイールベースのレジントップとそのハイルーフ仕様消防車用シングルおよびダブルのキャブ車足の5種類搭載するエンジンは直列6気筒オフ95馬力 3246cc の SD33 型ディーゼルエンジンと 3956cc ガソリン PF40 型このか。 日本国外向けパトロールには上下開きのバックドアやピックアップトラックがありエンジンラインナップも蒸気の他に乗用車系の L28 型ガソリンエンジンと LD28T 型ターボディーゼルエンジンの設定がありこれらはオートマチックトランスミッションを選ぶこともできた生産拠点は日産車体平塚工場と日産自動車九州工場 1981年10月、第24回東京モーターショーに、サファリー・イカルス、サファリー災害救援者、サファリー劇中車の3車種を参考出品。イカルスは、エクストラバンをベースに B ピラー以降に、アクリル製ガルウィングドアを設定する。災害救援者は、日本赤十字社との協力により、救急車に仕立てられている。劇中車は、テレビドラマ、 西部警察に登場する特装車である。にてパトロール生産開始。1983年9月、一部改良。ディーゼル車の昭和57年排出ガス規制適合と同時に120馬力にパワーアップした SD33T 型ディーゼルターボエンジン搭載車とエクストラバンに全高 140mm アップしたハイルーフが追加される。 1985年10月、再度のマイナーチェンジでヘッドランプが規格型の角形になる。オーバーフェンダー、10.5×31 サイズのワイドタイヤ、電動インチ、背面スペアタイヤキャリアを装備する位置、ナンバー登録者のグランドードをエクストラ版のハイルーフに設定。日本国内向け消防用キャブシャーシ、日本国外向けキャブ付けシャーシ、ピックアップは2台目となる。 バイ60型系発表後同じフロントマスクに変更され1994年まで継続生産し、閉売されていた。元オルイベリカ生産分は1986年以降、260型系という新形式に発展して2002年まで生産された。写真に変更はないものの、エンジンは新世代の RD28T となり、 フロントグリルも新 c i の独自デザインとなっている。ボディ形状は、ショートホイールベースのハードトップと、ロングホイールベースは、上下開きバックドアのワゴンと、観音開きバックドアのハイルーフ版があり、電装は 12V である。Y60 型系の発売以降も欧州各国で、併売されていたが、Y60 型系を、パトロールグレーン、260型系を、パトロール R と呼び、 区別していた市場がある。販売終了前月までの新車登録台数の累計は13,250台2020年9月より放送された日産の CM に登場する SUV は初代サファリである。1987年11月 Y60 型系にモデルチェンジ。車体の多くを160型系の流用としながらも新設計のフレームとサスペンションに合わせ、 フェンダー部のみが拡幅され、全車1ナンバー登録の普通貨物車となった。日本国内のボディバリエーションは、仙台160型系と同じロングホイールベースの4ドアに、エクストラとエクストラハイルーフの2種、ショートホイールベースの2ドアに、ハードトップの計3種類が設定された。このほか、日本国外向けハードトップには、ハイルーフがある。ハードトップは FRP をやめ、 メタルトップとなった。また、上下開きと後、後の観音開きとがあった、バックドアは、非対称の観音開きに統一され、右側にスペアタイヤマウントを設けた。国内向けシングルおよびダブルキャブの消防用シャーシと、日本国外向けピックアップは、耐荷重性に優れるリーフスプリングを引き続き、採用する必要から仙台160型系のシャーシが流用されているが、 エンジンとトランスミッションを Y60 型系と同様のものに刷新し、Y60 風のフロントマスクを与え、形式も Y60 型系となった。日本国内向けのエンジンは、ネット125馬力を発揮する新開発の直列、6気筒 TD42 型ディーゼルエンジンが、標準モデルに消防用に TD42 のガソリン版、 直列6気筒 TB42E 型がそれぞれ搭載された。海外向けのパトロールでは、この他に、主に欧州向けの r d 2 8 t 型ディーゼルエンジンや、主に中東向けの RB30S 型ガソリンエンジンが設定された。最も大きい変化となったサスペンションは、四輪リーフリジットから、リンク、コイルスプリングへと変更されたことで、オフロードでの走破性と、 オンロードでの操縦安定性と快適性が格段に向上した。1988年2月、ワイドフェンダーのグランドードを追加。1988年9月、サファリ発の AT 車を追加。1991年3月、3ンナンバー登録となるワゴンを追加。エクストラはサードシートを追加し、7人乗りとされ、ハードトップはリアシートを大型化し、 5人乗りとした。バキュームアクチュエーター式のリアデフロックを初設定。1991年11月、エクストラに TB42、E 型ガソリンエンジン搭載のワゴンを追加。同時に本革シートを装備する最高級グレード、キングズロードを追加。1993年8月、マイナーチェンジ。ワゴンのディーゼル車は、全車145馬力のターボ付けの TD42。 t へ変更、同時に egr 増量。フロントグリルのエンブレムは新 CI に変更。本革仕様のキングズロードを2ドアショートにも設定。2ドアショートボディのハードトップはワゴン仕様のみになる。エアコンの代替フロン化。1994年10月、一部改良。フロントグリルの衣装変更のほか、td42 型系。 ディーゼルエンジン搭載車の電装品電圧を 24V から 12V へ変更。標準フェンダーのワゴンハードトップに AT に代わるスピリットタイプ I2 を設定。これは欧州で既に販売されていた小排気量モデルを日本国内向けに改良、投入したもので直列6気筒 OHC の RD28T 型ディーゼルターボエンジンを搭載し、 細身体型の235、80R16 タイヤを装備する。スピリットタイプ2のみ、心臓系アルミホイールが装備される。ハードトップのキングズロードは廃止。TD42T エンジン、オーバーフェンダーのグランドロードは継続。1995年、オーテックジャパンの手による、クラシックギレ車、アデュー発売。1995年8月、一部変更。 ワゴンに運転席 SRS エアバッグが標準装備となる。TD42T 型ディーゼルターボエンジンが平成6年排出ガス規制適合となり、ワゴンエクストラにもディーゼルエンジンが設定される。グレードはキングズロードとグランドロードのほかガソリンワゴンにはなかった AD が加わった。ディーゼルのワゴンエクストラではすべてのグレードで標準ルーフとハイルーフが選べるが、 トランスミッションは 4AT のみとなる。1997年9月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1997年10月、3代目と入れ替わって販売終了。オーストラリアでは、フォードブランドの下マベリックの名称で販売された。1997年10月、Y61 型にモデルチェンジ。狙いは、 オーストラリアのアウトバックや中東砂漠の高速ツアラー。搭載エンジンは TB45E、TD42T TB、e、TD RD28H。消防車仕様は廃止された。1999年9月、マイナーチェンジ。内外装の衣装変更、使用装備の向上のほか、2ドアハードトップ車はエンジンを直列4気筒、DOHC。 ショックフンターボディーゼルエンジンの ZD30 ダティ型へ変更。シリーズ名もスーパースピリットとなる。オーテックジャパンの手によるキャンピングカー、フィールドベースも変更。2000年3月、ZD30 ダティ型搭載欧州向けパトロールを第70回ジュネーブモーターショーに出品。2002年8月、日本向けの販売を休止。2002年11月8日、 マイナーチェンジを施し日本向けの販売を再開。新 CI への変更など、内外装の衣装変更、装備の向上のほか、新開発の直列6気筒 DOHCTB48 でエンジンに5速マニュアルモード付けオートマチックトランスミッションを組み合わせる。グレードは4度アワゴングランドオドリミテッドのみとなる。ただし、日本国外向けは、ディーゼルエンジンや、 MT も継続設定される。ブレーキローター系の拡大、大型ブレーキキャリパーの採用により、ブレーキ性能も向上させた。2003年6月、FIA クロスカントリーラリーワールドカップ第4戦、オープイ、モロッコラリーに、スポット参戦。T1 クラス3位。2004年1月、テレフォニカダカール2004に参戦し、総合22位、T1 クラス優勝。 2004年8月18日、マイナーチェンジ。フロントグリル、フロントリアバンパー、フロントリアフェンダー、ヘッドリアコンビランプの変更、内装色のエクリュエの変更、カーウィングスタイ TB、ナビゲーションシステム、7インチワイド液晶モニターの、標準装備化などを、内外装を大幅変更する。2004年9月、第12回。 4X4 24時間アットエソンの T1 クラスに参戦。総合47位、クラス17位完走。2005年2月下旬、パキスタンへ輸出開始。現地名はパトロール。日本国内での生産は2007年6月上旬に終了し、7月には販売も終了しているが、次世代の Y62 型系が発表された後もパトロールとして、 生産と輸出が続けられている。販売期間中の新車登録台数の累計は7728台。愛知県警察がパトカーとして4台所有する。2014年2月までのサファリシリーズ国内累計生産台数は1213957台。ありがとうございます。